はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。ここ行きます。はい、今日は第5回目。ということで、自然チリの第5回目になりますね。もうだいぶ慣れてきましたかなね。まあちょっとこの文章を作る、まあ喜びというか、まあね、テクニックもそうですけどね。まあしっかり学んでいきましょう。それじゃあまあね、内容入っていきます。 さあ、2021年ということで、ちょっとまあ新しい内容に入りました。この第1問目の内容でしてね、えー、こうやってまあ2枚ほどの地図があってと。でそこからまあどないなことが読み取れるかというような話になってますね。で今回は、この世界の環境と地形に関する問いということですね。で今回の内容も、説問 A のところからいきましょう。ちょっと文章が長いですね。まあ、文章はね、まあ、さっくりと今回は、 ある程度、ザクッという感じにさせてもらいますけどね。内容的にはパリ協定ですか。2016年でのパリ協定と。で、地球の平均気温の上昇をと、産業革命前に比べて2度未満に抑制することを目標に掲げているんだと。いうようなことですね。まあ全世界で、まあ一つの取り組みとして頑張っていこうと。みんなで参加していこうじゃないか。なんていう話の中で進めていくものですね。さあ、この地球の温暖化というのがやっぱりどうしてもテーマになりますよね。 温暖化が進んでいくと気候も変わっていくし、そしてあとはそれに及ぼされる人間、あとは動植物たち。ということですからね、地球の温暖化は食い止めなければいけないというのが今の全世界のテーマであるということですよ。それじゃあ、括弧の一番目の内容と。河川部 X についてということですね。地球の平均気温が2度以上上昇するときに気温が特に変わるのは図の1の1。 のような地域であると予測されると。うんうんうん、そして、ここでうんうんうんと、2度以上上昇するとき、降水量が特に変わるのはとあ、こっちは降水量だったんですね。降水量の話。で、今度は気温が3度以上上昇する地域ではと。気温が3度以上、あ、これですね。気温が3度以上。うん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 、このあたりってことですか。あー 今回のテーマはここみたいですよ。まあ、ちょっと見やすく黄色く塗っておきますよかね。さあ、ここですか。まぁはじめに2度以上とは言っときながらと。内容は気温が3度以上上昇する地域ではと。陸地と海にそれぞれどのような影響が出るのかと。陸と海。うん,ん,ん、うん、うん。以下の国ここをすべて用いて産業以内で述べなさいという内容の問題なんですね。 ま、産業で指定語句が3つほ、あ、4つほど出てきてると。うん、うん。だこういう問題です。で、ここではね、今回一番初めはまずこの問題やっていきますけど、まずはちょっと全体像を確認しておきましょう。で、前も言っているように、まずここで産業問題ということですね。ペロンと、次。次のところが、はは括弧の2番目で、A から D ということではは、ここの部分ではそれぞれ減少がどれだとか、 増加がどれだとかっていう感じにちょっと単発でポンポンと答えなさいという内容。そして一行で述べなさいという内容。うんそしてそしてここの A から D とそれぞれどれに該当するかっていうことでインド、EU、日本、ロシア。まあどれが A でどれが D でっていうような話ですよね。こういうところが絡んでくると。で、そしてあとはここもまたまた指定語句の内容で 三行以内ということですか。あ今回は三行が多いですね。三行二つありましたね。なので、一行問題とさらっとした内容とあ、単発的に減少増加がこれこれ。そして、あとは国名を答えなさいってい感じにして、今回二行問題をなしにしてるんですね。やっぱりこの東大の問題っていうのは一応バランスも考えてるってことなんだね。うん。よくできてると思いますよね。やっぱりね。ちょっとまあ、ボリューミーなところもあれば、 そこの部分を少しね、ボリュームす、多すぎるといけないということから、まあ時間の都合もあるだろうしね、ということで、まあ単発問題も入れてみたりと。いうことで結構受験生とすれば取り組みやすいよね。全部が全部がっつりしてるわけじゃない。あと、ある程度多ければ少なくする。そしてバランスよくとかね。まあそのあたりもちゃんと考えてる問題なんだなってことはわかりますよね。ただずっと見てわかる通り、やっぱり図表は多いですよね。地図はやっぱり図表。 地理は図表の読みが命と。まあこれもよくわかりますわな。で、あとここもう一つあったんですよね。ペロンと。図がね。まあちょっとデカデカとしましたけどね。石油、石炭、天然ガス、再生可能エネルギー、原子力と。まあこういうのはエネルギーの、まあ、利用のやつということでも出てるということなんでしょうね。はい。さあ、まあこれはまたおいおいということで、まずはペロンと。一回目のやつ、一つ目のやつやっちゃいましょう。で、内容的にはさっきも示したように、 気温が3度以上上昇する。そして、陸地と海。合わせて産業と。はい。まあ、これがまず、大筋の内容ですよね。で、さっきも前に示しましたけど、この場所です。この場所は一体どこですかいいとなってくれば、まあ、北側の地域は見ての取れるところですけどね。この辺りをざっくりかっこいいようにまとめていってあげると、まあ、北極海。 まあ、海だけじゃないですからね。北極海沿岸地域と。まあ、こんな感じでしょうね。海もあるけど陸地もね、ぐらいだとすれば、こんな感じの書き方があるのかな。まあ、今回はこういう地域で説明と話が進まりますよと。それじゃあ、今度はここでしょうね。選択肢のところを見てあげましょう。 まあ今回は陸と海っていう内容ですからね。陸と海という内容で、うん、ね。指定語句を見てあげると、回路だってさ、もう回路とくれば、これは海の話じゃろうのと。まあその辺の予測はつくと。で、資源は、まあ海の海底資源なのか、まあ陸地の資源なのか、これはわからんぞいと。で、地盤はもう、これはもう地面に決まっておろうと。陸地でしょうな。 で、生態系に関しては海洋生態系なのか、それとも地面の生態系なのかっていう感じで、これも今一つはまだここでははっきりは言えんと。いうことで、まあこの辺りの資源と生態系をどういう振り分けてあげるかが、まあ今回のミソなのかなって気はしますけどね。さあ、それじゃあこの部分をざっくりまとめながら行きましょう。ペロンと。ほんじゃあこの考え方行きますね。考え方とすれば気温が3度以上上昇する地域ということで、もうこれは大丈夫ですね。 北極外沿岸地域。こいつはまず入れてあげたい。場所として限定とすればね。で、あとは海と陸。それぞれどのような影響が現れるのかと。まあ、今回それがテーマですからね。陸地、地盤。そして海は航海、航路。まあ、これが変わってくるんだと。あとは資源と生態系がどう変わるのかということでございます。それじゃあ、ここのポイント。気温が3度以上上昇するとどうなるのかと。 なってくれば、もちろん、海の水が溶ける。海氷の誘拐。まあこれはよくテーマとして上がってくるものですけどね。この海氷の誘拐が始まってくると、まあ今まではね、北極海だいぶ固まっているので船が通れなかったんだよね。でも、 海氷が溶け出してくると、特に夏の時期だけどね、溶ける時期が長いわけよ。長いとその分船が通ることができるもんね。航行期間が増えますよ。ってなわけですよ。なので、ここの航路のところに、ちょっと活長よく、北極海航路なんて入れてみましょうか。そういう言葉があるんだよ。北極海航路って言うんです。 これが、航行期間が増えるのよね。こんな感じでいいでしょで、あとは、地面のところは海氷が溶けるが海だから、あとは地面として持ってくるとなれば、まあ溶けるものだから永久凍土とかのうん。ここの部分でさ、ここがまあ海のとこでしょ こっちが陸地のところでしょみたいな感じでね。書いといてあげたら。雪、より分かりやすいじゃないつなぎやすいでしょこの地球の温暖化に伴ってと。この北極海沿岸地域のところでも、海氷が誘拐をして、そして北極海航路で航路、航路、航空期間が長,長くなるんですよと。そして、あとは、ここだよね。北極海航路のところがそうで、今度は永久凍土が誘拐すると、ねああ、これか。 地盤ですか地盤のところに、これがまあ永久凍土の誘拐が入ってきて、うーんっていう整理がついてくるじゃないですか。永久凍土が誘拐するとどうなるのかと。もちろん永久凍土が溶けるとガン穴が開いたようになってしまうと。いうことで、まあ地盤の、まあここは脳に入れておきますか。 陥没なんていう言葉が入ってくれば、閉めたもんだの。地盤の陥没。ね。まあ、こんな感じにして穴が開いたようにね。まあ、没してしまうということ。で、あとは資源ですよね。資源がどうなるのか。もちろん、資源が取れやすくなる。うん、生態系は、 多分悪化するだろうね。まあ破壊されていく方向なんだろうね。生態系の破壊と。まあそんなような感じに連想的なものができるということなんですよね。じゃあこの資源と生態系、まあどんな風にして考えていくかと。いうことですね。さあ、ちょっとこんな感じにまとめてみました。どうでしょう。まず陸地については、 マイナスの側面というような感じにしといてみましたけど、永久度の誘拐と。ね、で、地盤の干没。そして、海に関してはまたまあマイナス側面ということで、海洋生態系って言い方をしてみました。これは何と言っても地面での生態系変化、あまり考えにくいですよね。特に寒い地域なので、動植物は意外と少ないのかなと思われます。ですので、この、 海がどんどん海洋生態系が変わってしまうんだというふうにして生態系は海の方に持ってきてあげた方が流れ的にはいいのかなと。まあでもね、これ今回ちょっともう言ってしまいますとね、多分ここでの北側の地域での環境の変化ってなってきた場合に、まあ北極海航路、わざわざ航路を出してるわけなので、多分海のところを一つ大きくテーマに置きたいっていうのがあるとは思うんですよ。 でしょだって、航路っていうのは入れてみたり、資源となってくれば、もうね、永久凍土地域で、もう資源もクソもない気はするんです。そうなってくれば、海底資源というような感じで持ってこれら、持ってこれればいいな、ということですよね。特に、このあたりは、ね、資源となってくれば、まあ場合によっては海底油田であるとか、まあ多分ほとんどガスだと思うんですけどね、このガス田と。 いうところを中心に置きながら話を持ってこれればいいのかなと思いますね。このメタンガスとかのね、そのガスですよ。こういうものの資源の採掘が余計に海が凍結がなくなれば人間が開発しやすくなりますもんね。で、そこで採掘が可能になるというような形に持ってきてるわけです。まあ一応全体的にはマイナスの側面を2つ、そしてプラスの側面を2つみたいな感じでね、多分このあたりはうまい具合に 振り分けてくるんじゃないかなって予測はあるんですけどね。ただ、その4つ指定語句がある中で振り分けた場合には地盤の干没、生態系への影響で。特にこれは海の生態系だと。そして北極外航路の利用が増えると。特に海氷が溶けるからね。と。そしてそして海氷が溶けるから海底資源の採掘がより可能になってくると。まあそんなような形で あ述べていくのが基本形かなと思われますね。で、ただこの海洋生態系と言ってもざっくりしすぎですからね。このあたりでちょっとかっこよく、まあそうだね、怪獣とか入れてみましょうか。海の獣、アザラシとかね。まあそういうような怪獣系統のものとかの、まあ、生態系破壊ということ。あとは、まあ白クマとかね。 まこの白クマの生息域なんかもね、どんどんと縮小してますしね。まあ、この子絶滅するかもしれないなんて話もあるぐらいですから。まあこういうものの生態系の影響が大きいだろうというふうにして、まあ話とすればね、伸ばしておければいいのかなって思いますね。さあ、それじゃあこんなところをうまい具合に文章にしてみましょうか。ペロンと、こんな感じになるでしょうかね。 海では海氷の誘拐で海中生造機の変化など海洋生態系に影響が生じると。そして北極海、航路の利用や海底資源採掘が可能となる。まあ、ここであえて名前を挙げないでね、海底資源程度で収めておいてもいいのかなと。まあ、時数が時数ですけどね。そしてあとはここなんだよね。陸は永久凍土の誘拐により、そう、メタンガスはちょっとこっちの方に入れてみた。放出されメタンガスが による陥没ですね。放出されてと。いわゆる空洞ができてしまう。ということでね。今まで固まって固定されていたと。その部分が溶けてしまうとガスが発生すると。これがいわゆる、まあね、かっこいい感じにしてありますけどね。これが温室効果ガスであると。地球の温暖化にと。拍車をかけるものでもあるじゃないですかい。みたいな感じでね。 ちょっとこの辺りをかっこよくメタンガスはこっちの方に入れてみると。ね。まあ実際こちちは天然ガスでしょうけどね。天然ガスって表現方法になるのかなと思いますけどね。まあ今回はこのメタンガスが放出されて、と、陥没するというような形に入れてみました。単なるね、地面の陥没だけだと寂しかったからっていうのがありますよ。さあ、ここでの方向性とくれば、まずは海洋生態系。 具体的な内容とすればこれでしょうね。怪獣などの生息域の変化ということ。この部分が大きいぞと。で、あとはこの北極海航路の利用。海底資源採掘が可能となると。まあ、要するにこのあたりはちょっといいことも多少はあるけれどねっていう感じなんですよね。でも実際的にはあまり良くないことが多いよね。 陸地は永久凍土の誘拐によってメタンガスが放出されると。まあ、ここでは永久凍土の誘拐でと、地盤の干没、これが欲しいですけどね。まあ、今回はちょっと地数合わせのためにメタンガスの放出なんていうのも入れてみたということになります。まあ、実際的にはこの海洋生態系、ちゃんとした指定国に対する就職、こういうのが欲しいですよね。 もちろん唐突なのでこれは入れといた方がいいですよ。海氷の誘拐。それによって生態系が変わってしまうこと。誘拐で北極海航路が使えるようになるということ。そしてあとは海底資源なんかも採掘ができるということ。そして永久凍土が誘拐することによって地面が陥没してしまうというような話ね。大丈夫かな内容的にはこの一つ。 二つ、三つ、四つ、みたいな形で、こういう骨組みで文章を組み立てると、今回かっこよく組み立つかな、と思いますね。はい。まあこれ一つ参考にして、ね、理解を深めてみましょうね。さあ、それじゃあもう一声、ぺろんとめくっていきましょうか。今度はカッコの二番目、単発的な問題ではありますけどね。A から D と、うん、A、B、C、D があって、 で、心の中で4つの地点におけると。気温と降水量の月の、うん、月平均の年変化を示したもの。うん、グラフのウォンズですよ、と。で、今回は温暖化により降水量が減少することがよ予測されている大陸上の地点とと。もちろんそうだよな。海のところ、わざわざ気温なんか測ってないし、そもそもね。 で、増加することが予測されるよと。で、A から D から選びなさいと。まあ選びなさいと。で、ここでは減少地域なので、ここなんですよね。かかかかん。このプチプチ印のところをまあ考えなさいってわけです。じゃあプチプチ印ちょっくら塗ってみますか。まずはアメリカのところですよな、ね。西海岸の地域からず,ずっとカリブ海沿岸地域。もちろん陸地側でいいですよね。このあたりと。 そして、あとは、プチプチ印となってくれば、ああ、そうですね。この辺りが入ってきますか。だいたいイベリア半島、スペインの辺りから、まあ、地中海沿岸地域が、まあ、入ってくるのかなと。まあ、こんなとこですか。あ、はあ。あとは、考える必要。ないですよね。なんでかってだって、だって、だって、なんだもんじゃないけど、ここですよ。ほら。 7月のあたりが気温が高いじゃないですか。まあちょっとここも微妙にね。これも明らかに北半球でしょ。だからもう北半球しか考える必要ないっすよね。このウォンズが出ているけど、もう、我々の言う7月とか8月あたりに気温が高えとなってくれば、もう北半球のみですよ。だからこの黄色く塗ったところだけ、考えてちょう、みたいなもんですよね。あ,あ、そうそう、あとここもあったね。 中国の東海岸のあたりもちょびっとあるのかなあとは、そうだね、一応はずっとパキスタンのあたりぐらいも入ってくるのかな、うん、このあたりは入るのか。さあ、まあ、そんなところでございますよ。うん、そこで、ここでですよね。へえへへえー、温暖化によりと、まあ、減少されるだ、減少すると、あとは増加すると想像できるところですよね。 予測されると。減少すると予測されるところと、ん。あとは増加するというところを考えなさいというわけです。ね。まずは減少するところから行きましょう。減少するところ。黄色く塗ったところね。まずこの中で減少する場所として考えられてくればと。例えばここの部分は、うん。これはもう、これはもう、うですよ。で、ここをピピピッと横伸ばしてて半分がこれ100ぐらいでしょ。 で、ここで、うーんと、このあたりか。これが100なんだよね。だいたいみんな、少ない時でも100ミリ超えてますもんね。で、あとは、平均気温がもう全部20度以上はクリアされてますし、雨の量も多いし、最小受月、一番雨が少ない時でも60ミリ以上降っちゃってるから、こういうのを記号で書くならば、AF、熱帯雨林気候ということですよね。 熱帯雨り気候はもちろん赤道直下地域の話なので、まあ赤道はこの部分でしょピ,ピピピピピピと。まあもちろん減少する場所なんかにも該当しねえというわけですよ。もちろん増加する場所にも、まあ今回は該当しないというわけ。はい。で、続けて今度はこの子も熱帯なんだけど、この時の雨が凄まじいのよ。こういうのをモンスーン。 まあ、ここは AM でしょうね。熱帯モンスーン気候というものです。まあ、大抵はこの場合だったら大抵北西モンスーンなんかの影響でね、インド半島なんかが代表選手なんじゃないですかね。で、雨がドバ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 なんで降りますよ、なんて話だと思います。そして、ここか、ここに関しては、最寒月一番寒い時が、まあそうですね。大体5度ぐらいなんですかね。 そして、一番暖かい時が、あビリビビビッと来て、まあ22度以上は上がってますしね。雨の量も一定だし。そこを組み合わせると、温帯で雨の量が一定。22度以上。ってことで CFA の地域ですかね。まあちょっとやや、緯度が少し高いところに出てきますかね。気持ちね。はい、さあ、そしてそして、これか。気温の高いところに降水量が少ないと。 こういうものが夏に乾燥。しかも温度的にも、まあ大体18度は下回ってますしね、再寒月で。大体10度、ちょっとって感じなんでしょう。こういう欠片の気候区分は、ゾマートロックン、夏乾燥って意味ですけどね。ここの部分の S が入ってくればいいでしょう。なので地中海性気候ですよ。だからこれが当しそうですね。ここじゃないですかね。地中海沿岸地域は減少傾向になるんじゃないですかね。 なので D の場所が減少。はい。こうやって答えてみると。まず減少から答えましたよ。あと次は増加のところを考えればいいですね。増加、増加。増加というものがと、斜め斜線ですか。斜め斜線だとすると、このあたり、アフリカのところですか。えー、サハラ砂漠のあたりですね。ほんでもって、 あとは、アラビア半島の西側のとこ、あ、南側のところ。あとは、インド半島のこの辺りか。陸地だけだもんね。この辺りか。に該当してくるとなってくれば、うん、まあ、ここはもう消えてるけどね。そして、あとは、この辺りが程度地域なので、こいつも消えてるけどね。まあ、これしかないでしょうね。熱帯モーンスの場所。と考えてあげたらいいと思いますよ。もう、ぶっちゃけここでしょう。 もうこのインド半島のこの部分の、ねえ、いや、ちょっと、ここでしょうね。この北西ン数のところがモロダイレクトじゃないですかね。なので、まあ場所的にはムンバイのあたりだと思いますね。なので、これが増加する子。増加と。いう風にして答えることができるかなと。いいね。 ここでの内容はまずはじめは北半球限定ですぞということ。そこからまず切り崩してちゃんと図を丁寧に読んであげれば答えは出る。これはもう落としちゃダメ問題よ。ね。さあ、それじゃあまあ、回答はこんな感じ。回答はこんな感じになればいいですね。うん。それじゃあ回答はね、そのまま減少が D、そして増加が B で、ね、大丈夫でしょうかね。はい。さあ、それじゃあこういうところでね、気候の基礎。 こういうのもしっかりね、押さえておきましょう。それじゃあ、今日はここまでとします。じゃあ、終わります。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしてってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ、一緒に頑張っていきましょう。